ちは、ご主人。休憩中ですか？女学生の制服ですよ。どうです？似合ってます？一番嬉しい褒め言葉ですね。ちょっと照れちゃいます。でも、頑張って作った甲斐がありましたよ。はい、女の子修行の一環ってとこですかね。ご主人はこういうの嫌いですか？そういうことでしたか。袴よりこっちの方が動きやすいんですよね。自由に走れますし、もし急にマガツキが現れても戦えますよ。結構自信作なんです。はい、何でしょう。ああ、これですか？これはですね、ギターを入れる袋なんです。はい、西洋の弦楽器です。何番ものって聞くとついつい気になっちゃいまして、それに楽器を弾けるのって女の子らしいかなって。ですよね。女学生とギターって我ながらいい組み合わせだって思うんですよ。それでですね、もし私が女学生だったら、休日は友達の家でギターの練習をして、女の子同士の親睦を深めてみたいなって。そうでしょそうでしょ。あー、でも毎週友達の家にお邪魔するのは迷惑になっちゃいますかね。なら公園とかで。え、いいんですか？ご主人がそこまで。ありがとうございます、ご主人。こんな風に話してると本当に女学生になった気分になってきちゃいました。お、ご主人攻めてきますね。私に女学生気分をたっぷり味わわせてくれるつもりですか？つまりこれは頑張って私へのご主人からのご褒美ってことですね。それじゃあお言葉に甘えて存分に楽しませてもらっちゃいますね。それでギターが上手くなったらですよね。どうせだったら人の多いところ、おばあちゃんのお店の前とかで演奏するのもいいですね。宣伝も兼ねられますし、いろんな人にギターの音色を楽しんでもらえます。はい、あー、早くギターを弾きたいです。まあ本当に弾ければですけどね。あー、違うんです。ですね、できればというのは実はこういうことでして。さすがにギターそのものは準備できなかったんです。なので代わりに刀を。今日のあたしのおやつですね。あ、ご主人も食べます？してくれてたんですか？ちょっと嬉しいです。
ああ、でもギターがなくても女学生にできることはまだまだいっぱいありますから。あ、そうだ、これからおばあちゃんのところに行って呼び込みのお手伝いをするのもありですね。そうと決まれば全は急げです。さ、ご主人も行きますよ。はい、放課後デートも兼ねて校外学習と行きましょう。はい、あ、呼び込みが終わったら一緒にお茶するってのもいいですね。今日はとことん女学生を満喫しますよ。だからご主人ももっと付き合ってくださいね。